セイント、それは各々に守護星座を持ち、アテナと共に地上の平和を守るために存在する。はい、セイント星やスタディの時間です。今回は誰について学ぶんだ？こちらの方よ。おっちゃんとシオンだな。神様はどうした？予定だとおっちゃんと神様の戦いを見ていく予定だったんだけど、思いのほか、動画が長くなりそうだったので分けさせていただきました。しゃあねえな。そんな今回は白霊が一人ハーデス城に乗り込むまでのお話を見ていきます。ラジャー、しっかりスタディさせていただきます。それでは本編スタート。コスモを燃やせ。白霊。ジャミールの一族を束ねるオサデ教皇政治の兄。アビド、シオンの師匠。アビドはアルターのシルバーセイントとなることがほぼ決まっていたが、これを嫌って墜落、暗黒セイントになっている。白霊は前聖戦の生き残りで、クロスの修復技術を有する。また赤色の使い手。表だって動くことを嫌う性格のため、継承戦でわざと負け。本来は自分がまとうはずの神座のゴールドクロスや教皇のチームを弟に譲渡し、自分は裏方に徹していた。これらを押し付けたことについて、政治からは軽い口調だが、未だに恨み事を言われており。この件に関しては悪いことをしたと感じている。弟政治の没後は、彼の代わりに教皇としてハーデス城への進軍を指揮し、結界を打ち砕くべく単身で乗り込む。また、地面に日時計の図形が描かれると、指名されたあらゆる階級のコスモを常人レベルに低下させて剥奪し、アテナ神殿に捧げる権限が与えられている。現にアリエスのゲートガードのコスモは人間レベルにまで抑えられた。先代のお羊座であるアブニールは前聖戦では彼ら兄弟の親友であった。後継者であるシオンをセイントと認めることを渋っていたが、これはクロスの記憶を読み取る能力を持ったシオンを危惧してのことである。ハーデス城にはヒュプノスの眠りの結界が張り巡らされていたが、復活したシジフォスが矢を射ることでこれを無効化。そんな簡単に結界を解除できるのですね。まあ何はともあれこれでハーデス城に乗り込めます。ただハーデスの結界は解けてなくて、コスモを減少させる効果は依然存在しています。スターヒルから白霊が敵陣に乗り込むぞ宣言。みんなやる気満々です。白霊も着替えてやる気満々。単身ハーデス城に乗り込もうとしていた。ただシオンだけにはバレバレで当選坊。教皇の指揮権は全てシジフォスに譲って任せてあると白霊。わしはお役ごめんよ。なんて身勝手な。ドン。小僧に何がわかる、そこをどかんか。一括して消えました。どうしてあなたはいつも。その頃ハーデス城では閉じ込められていたハーデスとヒュプノストで一触即発。実はハーデスの力が宿りつつもアローンは生きており、これまで天魔に多くの干渉をしてきた。これにはヒュプノスも気づいており、かといって力ではハーデスにかなわない。というわけで神が眠る、向かいの最も奥に閉じ込めた。それは人として囚われる、つまり急激な魂の消耗を意味する。これで人としての魂は弱体化。エターナルドラウジネス。これで完全にアローンは、心よりお待ちしておりました、我が主。これにてハーデスは完全に覚醒しました。話はサンクチュアリに戻りまして、その任されたシジフォスはみんなを鼓舞しています。それを横目にシオンはやはり死のことが気になり、一人で追いかけようとする。が、そこにどうこ。待て、集結命令が出ているこの時に無断でどこに行こうとしておるのじゃ？行かせてくれ、死が一人でハーデス城に向かった。今度は白霊殿が残るヒュプノスを。双子神をこの時代の者たちのために撃つ。それが死が200数十年、抱き続けてきた悲願であった。おそらく死にとっては今がその時。いつもそうだ、人知れず勝手に、すべて背負う。私は死と共に戦いたい。これを聞いた瞳子、同情したのか怒られることを覚悟でシオンと同行することに決めました。一緒にテレポート。だがシジフォスはそれに気づきながらもそっとしてあげていた。さてさてこの大軍をイタリアまでどう移動するかというと。これはアトラ少年。サイコキネシスで大軍を移動。到着。レグルスさん、カルディアさん、デジェルさんも確認できます。エルシドの活躍によって夢の四神を倒した天魔たちはハーデス城へ到達。崖を登っていた。
あれ？体がおかしい。俺、もうダメかも。ヤトさんらしくないですね。ゆずりはさんも苦しそうです。二人落下。大天魔。なんとかキャッチしました。なんで？なぜ二人ともこんな急に。ちっくしょう。天魔。しっかりせい。トウコさんが助けてくれました。シオンもいました。これはセイントの力を10分の1にする結界が張られているようです。天魔はアテナの腕輪があったのでかごされていました。ずっちーなぁ。やとはやきもちを焼いていますが、俺はまだいけるぜと男気を見せます。ゆずりはも立てますと気を振り絞る。もうサーシャは腕輪量産してセイントみんなに持たせてあげたらいいのにね。さあこちらはハーデス城を目の前にしてセイントの皆さんはアドレナリンが上昇。シジフォス様、今こそ進軍を。おうう。待て。待機だ。各自持ち場へ行き全軍待機。来たる時を待て、それが強行のご意志だ。とんだ肩すかしでした。こちらハーデス城目線です。見ろ、セイントどもが下で集結しているぞ。だが少しも動かぬではないか。ハーデス城を目前にして足でもすくんだか、はっはっはっは。誰か登ってくる。一人相手にガン首揃えおって。雑魚兵が襲いかかる。装束にくるんでさようなら。じじいなめやがって。やれやれ敬老の心が足りぬ奴らじゃ。また襲いかかります。なめてんのはどっちじゃあ。パンチ。勝だ。蹴り。ちょっと睨みつけただけで雑魚兵撤退。ふっ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 、楽しみはこれからよ。シーンは戻りまして崖登りのアトラクションを楽しむ天魔たち。顔を踏まれてなんで弱ってる俺の方が助けないといけないんだとやんややんやしてますが。一方でシオンとユズリハの二人は何やら怪しい光に包まれて姿を消していた。これは事件の匂いがプンプンです。城の前では待機命令が出てカルディアさんはうずうずしているようです。デジェルさんは書物を読み漁ってます。俺が先に偵察に行って、そして偶然ハーデスを見つけたら買ってやる。その必要はない。バゴーン。何？すでに単身乗り込んだ者がいる。はい、それが白霊さんですが。城内に攻め入り暴れています。客竜巻旋風客。からの柱バゴーン。バフーン。口ほどにもないのう、このわしの行く手を遮るには。バゴーン。派手に暴れておりまする。わし以上の覚悟を持て、それが戦場だろ？ほぼ城内鎮圧。ここか。ギー。この重い空気、間違いない、ここが結界の中心部。先代アテナ様より賜ったこの剣を中心に突き刺せば、ハーデス城の結界が解除される。なるほど、アテナの血を受けた剣か。はい、いかがでしたか？決戦直前編。おいおい、いくらなんでもいいとこで終わりすぎだろ。民放のドラマかよ。月9かよ。面を面を、それに関しては申し訳ない。ここで切るのが一番まとまりが良かったもので。しゃあねえな、次からは気をつけろよ。あいあいさあ。にしてもカルディアとデジェルの声優さん、出番が少なくてがっかりだよな。当然、最後まで映像化されると思ってるもんね。多分、未だにアフレコまだですか？って思ってるはずだぜ。今からでもいいので制作を望みます。激しく同意。まあというわけで次回、ハーデス城にて最終決戦となります。白霊は双子神封印の悲願なるか？乞うご期待です。ラジャー、次回もしっかりスタジさせていただきます。それでは今回はここまで。次回をお楽しみに。君はコスモを感じたことがあるか？